本当に今のところはハイキング感。鳥が鳴いておる。岩。ちょっと下が行くと分かりにくいか。でかっ。すごいな。のっぽ。38m。コンバトラー V の3分の2やな。あ、こっちが大黒天岩ない。へぇ。あ、プレーシングアッチ。上半身みたいな感じ。瑞龍門。こっちの橋いいよ。橋渡る。まだまだあと30分ぐらい。そう。向こうにもまあ倒れてるのは見えるね。ああ、確かにいい感じに荒れてるな。倒木。うわ、なんか小屋潰されてる。なんだこれ、野生動物の罠的な。だいぶ滑ってんのここ。お気をつけ、遊ばせ。この辺歩きにくいわ。高城山さん、倒木多くておすすめできませんって書いてあったけど、散歩歩くと倒木に当たってるぐらいの感じになる。いける。ちょっとあの気合いを入れないと。あ、これ動く。気合。あ、うーん、かもしれない。やっとこれで終わりと思いたいけど、なんか岩場っぽい感じですか。ヨービックの滝。その下なんだろう。ハラハラ道具なのか、ポロポロ道具なのか。また倒れてら。あー、ほんとだ。ごっそり行ってる。そして蜘蛛の巣。え、あ、また来ましたね。方角は合ってるよね、これ。倒木ランド、再び。倒木ランド。でも、まだマシかな、これは。まだ優しい。まだ続くんだ。雲の巣。ごめんね。雲だらけ。また作り直していただいて。ん？キツツキ？
インスタ映えですね。みんなは一人のためにって言って。すごい。インスタ映えスポットです。やっぱり季節気だよね。うん。ああ、いい。呼んでる。いや、多分縄張りを主張してたはず。で、よってこの音鳴らして気づいてくれたら相手を見に来るかもしれない。コツ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 。どこだろうな。ちょっと稲鈴みたいな感じでそう。なんか向こう開けてるように見えるね。うん、わかる。面白いルートだったな。アドベンチャー。これでも五本松行くルートも荒れてるってことだよね。これ僕ら。こういう瞬間がなかなか、おお。こんな感じで。いいやん。向こうにも一応道あるんだ。だってるけど街が見えてる。ってことは泉市。そこは近いな。あ、こっちに行ったらあるということはあるんですね。山っぷ上ルート存在しないんだけど。ああ、それかな。どっちから？そっちも行けそうだけど。よく見えるけど、どうだろう。どうなんですか？どこから？では、プチ倒木ランドがあるぐらいだと信じてますけど。ああ、だいぶ傷つきが。でもキツツキって鳥いないんだよね。コゲラ？コゲラ？だっけ？何ゲラかだよ。もう時期っぽくないでも。うん。あれ合流してる。合流した。別にこっちでよかったな。違うのか。あっちに行ったのかな。こっちに道ありそうな感じですね。どっちだろうこれ。書いてあるか。看板あるしな。ロープみたいのが置いてある。ロープが置いてある。いや目の前にあるやん。確かに。高山五本松って書いてあります。高城山ね。高木って呼ぶ。高城ってあの看板か何かに書いてあったり。高城山か高城さんのどっちかや。あ、もうすぐ高城山。あ、着きましたよ。高城山649メートル。ああ、混合同士、ね、光だ。うん、フィナンシェ、大きいフィナンシェ。だからさっき書いてあったのは8だけ。ああ、確かに。本当だ。でこの五本松犬鳴き温泉ってなんかあそこに看板があるけど、うん、五本松って書いてる方、うん、うん、じゃあこっちですね。うん、なんか倒木あったのが嘘みたいな。綺麗な道になったね。やったね。こっから入れる林道で、こんなすぐ近くにあったなんて。まあ、よかった。見つけましたね。じゃあ上がってみますか。うえ。めっちゃこの辺で合ってんだよね。うん。ここ以外ないよね。倒れてるし。起きましたって感じ。だ。一安心。まだ五本松も落ちてないの。来てないですね。まだ結構。うん、いただだ。なんか痛い痛い。さっきから。痛い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 。これやばい。車道出た。
もうちょっと山道楽しんじゃったぐらいの距離でしたね。またすぐに。どうなんだろう。地図的にはなんか、うん、そのまま行ってそう。足を休める場所がないんだよ。うん、確かに。本松。確かに。五本松起点ゼロ現在地。本当だ。ここなんですね。なんか冷たいものを飲みたい。展望台。あ、あれか。そんなとこにわざわざ。奥に見えてる。空気が澄んで。アイスクリームあるよ。自販機コーナーあります。自販コーナー売り切れてる。本家のコカコーラは、うん、本家なの？あの人もあの入り表島かな、あそこでなんか熱中症になって、なんか今どっち見てんの？南西見てます。南西こっちか。あ、テープある、インクテープあるね。さあどうしますか。ほんのちょっとだけ山道を歩けるみたいに言えるけど、ほんのちょっと、あ、じゃあよくないですか。だってまた車道に繋がってる。なんかまたあの痛い植物がありそうに見える、ね、うな、天然記念物のうな林残すために。植生が急に変わってる。つらぎさ、もうちょい、あと5分ぐらいか。岡山県の、うん、あっつなんかお前痛々しい、ピャクが着されてるわ。ローカルって何なんですか。山頂ってどこなんだ。もうちょっと山頂向こうですね。山頂までとりあえず行きます。行きましょうか。三角点まで。ヤブの中にホケキョがいそうだな。ウグイス、ウグイスか。かわいい声やね。あ、あ、いるいるいる。どこだ。いる。小さいな。今どこに行った。今隠れた、あ、出た、また頭が出た、そこいる。でもこれ、写真を撮ろうとしか見ないけどね。これ以上ズームできないな。記録として残ってれば。お、あ、これ山頂かな。お参りしときますか。だいたい3、だいたいいろいろしてたけど、あんまり無理をするもんではないよね。人間の体ってのはやっぱりコンビニ弁当だけではダメです、うん、ダメですね、うん、でもなんかな、あ、うまい。すごい作業場感ある。焚き火を、それね、左行くと A コースに入っちゃうんだ。それそこにでも別にいいんだろうけどね、バスがあるんだったら。 B コース、下山です。拳かな、拳だと思われます。この前学びました。タヌキと、ごめんね。びっくりさせた。肖像権ないね、ごめんね。猫じゃなかった、ね、猫じゃないね。かわいい、めっちゃお尻見せてる。なんか仕方ない。消えた。へー、あらボールみたいになってる。多分ヤドリギだと
場らしいですね。上半身ありましたか？いや、今初めて聞いた。ただの僕は見た記憶はない。ないよね。も初めて見た。車道と交差してんのかな、さっきやったけど。いや、ちゃうわ。全然違う。分岐じゃなくて、ちょっと林道綺麗な花。林道歩きだ。これなんだ。綺麗な花。楽しい山道終了。これからもう車道だけ？え、嘘。そんなことある？とりあえず分岐点までは道なりっぽい。うん、ということは、これ続くの。車道付いてますね、今日はね。うん。2000メートル。何がどう2000メートル。楽しみ方面だと思うけど、お日様出てるし。ああ、そういうことか。この時間で。そうですね。これがビワ台。あれはソファラで。ソブラじゃない。あ、ソブラ変な問題。我々、殿原でいいんじゃない？殿原。分からない。あと10分ちょいだろうけど。誰とも会わなくて。行きの道はすごい良かったのにな。あそこを回避しなくて良かった、本当に。倒木ランド。今だから言える。おすすめ。おすすめ。経験者ならどうってことないのでは。初めて登山とかだったら、やめた方がいいな。ああ。くぐりにくいっていう意味では。うわ。車道に。クリーンみたいな。もうすぐ下山です。あ、下山下山。今日はなかなかいろんな意味で大変だった。降りてきました。